さんこんにちは、連休明けということで、いろいろとお忙しい中と思いますが、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。また、市民の皆様やそして、事業者の皆様におかれましても、ゴールデンウィークが終わったということでありますが、まあ、ゴールデンウィーク中もですね、さまざま新型コロナウイルスの感染症対策に、お力添え、ご尽力をいただいたことを感謝申し上げたいというふうに思います。まあ、コロナのウイルス の, この拡大の状況でありますけれども、まあ、これ全国的に見ても、第6波のピーク時に比べるとかなり減少してきているというふうに思います。ただ、まあ、昨日今日と、報道等を見ますと、リバウンドなのかなと、それともこの検査がちょっと休みだった期間が過ぎて一時的に増えている状況なのか、少しはっきりしないところもありますけれども、リバウンド兆候がある地域も見られますので、まあ、この本市におきましても、まあ、下げ止まっているような状況だろうと、中旬から4月中旬からこう下がってきて、4月ずっとこう下がってきましたが、下げ止まっていると、そこからぐっと下がりきらない状況だなというふうに思っております。まあ、大型連休で人の移動がかなりありましたので、後ほどもお話をしますけれども、いろんなゴールデンウィーク中のイベント等にも、かなりの皆さんがお出かけをいただきましたので、それから全国的なこう移動もあったということで、今後再拡大が起きないかということ、しっかり今後やっぱり数日間は注視をしていかなきゃいけないなというふうに思っております。市民の皆さんには、大変長きにわたってご不便をおかけしておりますけれども、やっぱり感染をしないとさせないと、人にうつさないという意識をしっかり持っていただくということで、基本的な対策を、徹底をしていただきたいと。何しろマスクをして、手洗いをして換気をするということが最も重要なポイントだろうと思っておりますので、引き続きのご協力をお願いしたいと思います。さて、このゴールデンウィーク中、市内の、各地でさまざまなイベント、催しが開催をされました。非常事態宣言も、まん延防止等重点措置も発令されていない、久しぶりのゴールデンウィークですので、この連休を、感染防止をしながらお楽しみいただいたんじゃないかなというふうに思っております。また、感染症のこの防止を徹底しながら、ウィズコロナということで経済の活性化についても進めていかなきゃいかんというふうに思っておりまして、愛知県においても、昨日から、旅行代金の一部を助成する県民割が、順次再開をするということでお聞きをしております。ただこの県民割のこの利用につきましては、ワクチンの3回目接種もしくは陰性証明がいるということでありますので、希望される市民の皆さんはワクチン接種をしていただくということだろうと思いますし、事業者の皆様にも引き続きの対策をお願いをしたいというふうに思います。以上です。ありがとうございます。それでは、市からのお知らせに移ります。はじめに各1、豊橋市内における新型コロナウイルス感染症の状況について市長お願いいたします。はい。先ほど申し上げた通りでありまして、なかなか下がりきらないという状況であります。まあ、感染 の, この患者数の動向に、ここまで1週間ぐらいでしょうか、注視する必要があるんだろうなというふうに思います。それから、まあ、潜伏期間がやっぱり非常に短いということでありますので、なかなかこの感染が分かった後の対策で拡大を防ぐのが難しいのが、まあ、特徴だろうというふうに思います。また報道等によると、また南アフリカの方でも、新しい BA4 とか BA5 とかですね、いうのが出たというような報道もありましたので、これ、引き続きしっかりと対策をしていくということだろうと思います。基本的な対策、先ほど申し上げましたけれども、基本的な対策をしっかり取っていただくことで、相当程度、防げるんだろうというふうに思います。新聞で累計がずっと出ておりますけれども、この2年4ヶ月の間で、同じ大体規模の中核市、4市、豊田、岡崎、一宮、豊橋ということ、累計数を見ますと、
手出足が2万ちょっと超えたところと、あとはだから3000から4000ぐらい、手出足がみんな多い状況になっておりますので、まあ、大体人口に比例をしておるということであります。というふうに思ってます。続きまして、パスポ2番、ゴールデンウィークは多くの来店者が訪れました。続きまして、市長お願いいたします。はい、皆さんのお手元にもお配りをさせていただいておりますと思いますが、ゴールデンウィーク期間中に市内さまざまな、イベントが行われました。来場者数などについてご報告をしたいと思いますが、どの会場も、入場制限とか換気の徹底とかですね、ソーシャルディスタンスの確保など本当に感染防止対策をしっかりとやって催しを行いました。ノーマルパークでは、スタンプラリーやキッチンカーによるマルシェとか、いうことを行って、まあ、4月29日から5月8日までで、10日間で11万4000人と約方が来場されたと。これは昨年は当然コロナで非常に少なくて、5万8955人と、まあ、半分だったわけでありますが、で令和元年のゴールデンウィークと比べてもそれを若干もう上回っているということでありまして、自然史博物館なんかでも、7万3905人ということで、令和元年は7万8900人ですから、まあ5000人ぐらい少ないですが、90何パーセントまでに来ていると、昨年の倍以上、軒並み大体昨年の倍以上という状況であります。ただココニコなどは、令和元年が5万3000人超えてましたが約半分ということで、まあ、室内のそういうイベントまだ小さなお子さんなんか対象ということで、慎重になられたのかなという気がしますが、植栽村などは令和元年が2万1000人で、昨年が1万6000人と、今年は2万6000人ということで、かなり増えているという状況です。ただ、外でこの豊橋公園でやった花交流フェアなんかは、去年は3800人で、今年は1万1000人で、まあ、3倍になりましたが、令和元年は2万4000人来ていただいてますんで、ちょっとそこは少なかったかなという状況であります。いずれにしても、いろんなイベントで、久しぶりに皆さんに、お楽しみをいただけたんじゃないかなというふうに思っております。続きまして、括弧3番、皆さんの行動で豊橋市の未来を進めると、令和4年度豊橋市高校生大学生 SDGs アクションを募集します。このことにつきまして市長お願いします。はい、高校生大学生の SDGs アクションの募集についてご説明をいたしたいと思います。本市では令和3年昨年から、SDGs を踏まえた、第6次総合計画をスタートしたということで、今年で2年目ということであります。総合計画はまちづくりの理念であります私たちが作る、未来を作るということを、基本に据えまして、みんなでまちづくりは一言じゃなくて自分ごととして、参画をしていこうと、さまざまなパートナーと共に活動していくということで、未来の豊橋をみんなで作っていこうという考えのもとの総合計画でございます。そして、若い世代の皆さんにもこの町づくりへの思いをみんなで共有してもらおうということで、特に豊橋のことを考えるきっかけになったりですね、それぞれの個人の行動にもつなげてもらいたいということで、高校生大学生の SDGs アクションを募集をしていきたいと思っています。これは実は昨年も、昨年始まったもので、昨年は高校生に対象に行わせていただきまして、これ非常にみんな応募してくれまして、331組取り組み、そして666人の高校生の方にご参加をいただいたということであります。で去年は、高校生 SDGs チャレンジという、タイトルで、応募していただいたわけでありますけども、まあ、チャレンジをするということから一歩進んでですね、今度はアクションということで、日常の行動アクションをどんどん変えて移していこうという思いで、事業名称も SDGs アクションというふうに変更して、事業内容も一部見直しをしたということであります。
この見直しでまた、高校生だけじゃなくて大学生の皆さんも、さらに多くの皆さんが、自分の行動を見直してもらうということ、そして新たな価値が生み出されるということを大いに期待をしたいなと思います。以上をもちまして、終了させていただきます。本日はありがとうございました。